まず試合と同様の条件になるように、お願いをして、コース台であれば試合と同じ高さには設定してありまして、で実際にコースロープも試合と同様のコースロープで、水深についても近隣のスイミングよりも少し深めに設定してある部分があるので、選手にとっては非常に泳ぎやすいと。まずは日本学生選手権に出場できるというところで目標は設定をしています。それで日本学生選手権に出た石についてはそこで戦える高いレベルの強度の練習をやっていると。雰囲気はもうものすごく、もう地区大会は比べ物にならないぐらいすごい迫力で、もう課題が一番見つかった大会だったんで、今からがもうどんどんやっていくしかないですね。教師になりたいっていう夢があって、それでそこをプラス水泳をやりたかったの で、そういうのを考えた結果、翔徳っていう名前を聞いてここに来て勉強も水泳もやっていきたいなと思ったので来ました。タイムクロックとかボードにメニュー書いたりとかタイム測ったり、人数が少ないのでやっぱ男子も女子も関係なく、先輩後輩も関係なく、みんなでワイワイ楽しく明るい雰囲気でやってます。先輩方も優しく、マネージャーも真剣にやって、練習は練習、話すときは話す、メリハリがしっかりついてとてもいい環境なんで、では自分が頑張っていくには最適だと思ってます。